ますね。で肘をちょっとあの、ね、そうですね、 手幅このぐらいにしましょうか。で肘をねちょっとね外側に、うんうん、そうですそうです、このままで固定してくださいね。これもやってみましょう。これもし重かったらいいですけど、これでもどっちがやりやすいかな。じゃこれでちょっと外側に、うん、あの これをなんかお盆みたいな感じで見せるような感じにして、そうこのままの状態で、うん、こうやってでこれで上に、うん、でここで、ね、あの固定してこのまま変えないで肩だけで、そうです、動かさないで、これがねちょっと気持ち悪いかもしれないですけど、この上げ下げだけで。そうです、そうです。で、ここも抜かないで、私上げますね。うんうん。うん。ですね。はい、ありがとうございます。どっちが大変でした？いや、うん、こっちの方が重い。これが難しいんだね。これが一番いいですね。フロントデイズ、これはね、男の人もね、あのすごいあの重量上げる男の人で難しいって言ってたし、きついって言ってたから。なんかこう手があのこれだったらなんかこうなんか変わっちゃうんですね。こうなったりとかこうなったりとかするんで、本当はこうこの状態で変えないで、ここを変えないで肩だけで動かしたいのが、どうしても手の下から力が入ってしまうのでちょっと難しいんですよね。まあ、それでもねできるんですけどね。でも上手ですね。そうですね。動きなんですよ。これがしたいんですよね。なかなかプレートだったら難しいから、あのこういうバーとかでもいいんですけど、動きのこう見本はこれですね。あのすごく分かりやすいですけど、手は全く動いてないですよ。こう見ていただきたいですけど、で肩だけでコントロールして、そうです。